ブレグジット。議会は承認しない。はい。来ましたね。このパターン。もうね、あの、このパターンなんですよ。いつも。あのー、首相がね、EU に打診案を持ちかけて、これで行きましょうって言って合意したんだけど、えー、議会がね、それは合意できないとか言って、 もういつものパターンなんだよ。やっぱりね、わかってたって。うん。僕の言う通り。もうあれ、いつものパターンだから、もう、どうしようもないよ。うん。だから結局決まんない。もうね、あの、離脱するんだったら早く離脱してください。あの、絶対決まらないから、もう、本当に、に。う本当に、無駄なことをね、繰り返してね、もう、ポンド持ってたね、 もう今解消してるけど、ユーロ、ユーロポンドだったんだけど、もうね、ポンド持ってたから人からしたらね、もう、離脱する、離脱できない、離脱する、離脱できない、もうどっちやねんって、本当にね、もうあれ疲れちゃうんだよね。あれ精神的に良くないから、本当に、離脱する、次第、する、次第、する、次第、どっちやねんって、もう、あれね、ほんとだめ。 あのイギリス人ですらね、どうなるか分かってないって言ってるから、もうね、あのみんなね、誰も何も分かんない。もう僕、6ヶ月前からずっとこれ言ってるんだけど、イギリス人ですら分か,分からない、もうどうなるか、首相変わるんですらね、あの予想もしてなかったからね、誰も、ええ、みたいな。だからもう、どうなるかはね、分かんないよ。うん だから、ポンドはね、本当に気をつけてください。ポンドは本当に皆さん気をつけてください。マジで。僕もユーロポンドでね、売り入れたんですよ。あの、こうトレンドラインが崩れてきてね。こう、ユーロポンドが急に上がったからね。上がって、こうなったから、こうトレンドを崩したから、いまだ売りだって言って売り入れ,入れたら、こ下がったところがドカーンとまた上がって。 ううううきついと思って、そこの次の抵抗戦のところでもう一回売り直して、そこはまた理確して、それを何回も何回も繰り返して、もうどっちやねんって、どっちやねんって、ユーロポンド。えー、もうね <laughs>、あれはね、本当もうね、病んでくるからね、もうどっちやねんって、みたいな。疲れちゃうんで、<laughs> あの、本当に。ユーロはね、触らない方がいい。僕はまあ、ユーロポンドだけど、 ユーロは触らん、ユーロじゃない、あの、ポンドは触らない方がいいね。僕はユーロポンドだけどね。まあ、ポンド円触ってる人とかね、もう本当注意してください。ポンド円。ポンド円注意してね。僕はユーロポンド。もう、本当にどう動くかわかんないからな。触りたくないな、今一番。ポジション持ちたくないな、と思いながら。せっかくさい最近ね、解消したんで、うん。持ちたくないな、とか思いながらやってます。 ということで、まあ今日はね、投資の話をするもう始まりからね、もうなんか、なんだろう僕、僕のなんだろう、このポンドに対するもうやる気のなさというかね、ポンドに対する不甲斐なさというかね、うん、もうポンド、マジで、もうやめてくれ、ブレグジット、どうなるんだ、もう早く、どっちかにしてくれ、もう、忙しい、忙しいとか、わからんくなってくる、誰もわからんくなってくる。 疲れちゃうよね、うん。で、明日月曜日なんで、まあ、とりあえずね、今日か、明日って言ってもすぐ今日になるかな、えー、夜投稿するのでね、えー、はね、もうね、日経も高値圏だし、もうね、今手何も出してないんですよ。今手を出してなくて、もう様子見、様子見です。様子見て、うんどうしようか考えてます。うん、あんまりね、 変なところで手を出してね、暴落したら嫌だし、えー、かといってね、まあ、普通にね、電磁形成しそうでもあるしうーん、あんまりそこまで強く抜けてこないだろうなとか思いながらね、うんえー、外国人のね、売り、売りをね、ちょっと見て、えー、待機してる感じですね、うん。まあ、日経はそんな感じかな。うん まあそういうことでね、いろいろ難しいんだけど、しか難しいですよ、明らかにどうう。どう考えても難しい相場なんだけど、まあね、やっぱ,やっぱりね、諦めない、え逃げ出さない、かっこつけない。この3つですね。投資に勝つためには、諦めない、逃げ出さない、かっこつけない。この3つ、もうね、かっこつけないっていうの,ねいうのはね、俺、 何十万儲かったんだとかってそうやってねかっこつけないことあのいつもねあの平常心でね、えー、トレードしないといけませんなんか俺俺何か何十万勝った絶対強いみたいな思っちゃうとダメいつも平常心でこんな勝った、うん、まあそんぐらいかと思ってやらないとちょっと調子に乗り出したらね負け出すんでその平常心を保つことねうんが大切になります ということで、まあ、今日はちょっとトレードのね、なんか話、ポンドの話、あとトレードの基本的な話とかをね、しました。まあ、なかなか今難しいポジションなんで、あの、初心者の方は特に手を出さない方がいいです。もう初心者の方、絶対今手を出さない方がいいです。難しいです。ポジションの取り方が。で、超、超、超短期で、超短期でやらないといけないんで、あー結構難しいですね。うん。ということで、今日はこれで終わります。 最後までご視聴ありがとうございました。